ルモイ市。ルモイ市は、北海道ルモイ管内の中心市で、ルモイ振興局が置かれる。主な産業は貿易などのその他商業、土木業、水産加工業である。ルモイ港では現関においてもニシンが水揚げされ、その魚卵である数の子の国内最大の加工地である。現在のルモイ川を指すアイヌ語に由来するが諸説ある。中でも、長石が、静か、でいつもある。 もの川、すなわち、潮が奥深く入る川を表す、ルモッペ、ルーアモオッとペが自然な説され、市でもこの説をとっている。ルモイ新興局南部、日本海沿岸に位置する。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人工霊人の消滅集落となっている。江戸時代までは、アイヌと日本人が混在、明治期に、 二芯寮の北上に伴い漁村として、日本人の村が市内に点在。大正期に入り、各地に、炭鉱、大和田炭鉱、豊平炭鉱、浅野炭鉱、タップ炭鉱が発見され流星を極める。昭和22年頃には、ルモイ本線、ハボ路線、デシオ炭鉱鉄道、ルモイ鉄道、タップ森林鉄道など多くの鉄道路線が、ルモイ駅に乗り入れしていた。 1960年代まで、の人口は4万人以上であったが、二芯漁の衰退や炭鉱の相次ぐ閉山により減少に転じた。1940年代までは、二芯漁に飲みた夜漁業の町で、定住人口は4万人弱、出稼ぎ労働者は3万人以上いて、観楽街は大いに賑にわっていた。1910年代から、周辺の炭鉱開発が進み、 工業の占有率が年々高まった。また1950年の二新主源の枯渇からは水産加工業者向けに三井物産などが海外から魚卵などを輸入し、さらに市内の木材加工業者も1950年代から北洋材の輸入を始めたため、1950年以降は市の経済は貿易と工業の日本柱となった。また、 この頃市内の水産加工業者が数の子を黄色く加工し、贈答用に売り出したところ、空前の大ヒットとなり、1950年代のルモ以降の国内における数の子輸入のシェアはほぼ100%であった。この成功から、稚内市、岩内町、門別市などの道内の漁港に貿易船を派遣し、国内交易によりタラコを集積した上で、真っ赤に加工し、 贈答用に売り出した。こちらも大ヒットし、1950年代のタラコ加工の国内におけるルモイ市内の水産加工会社のシェアは60%を超えていた。1960年代に炭鉱が閉山となり、私鉄も相次いで解散し、1960年代以降は貿易と工業の日本柱となった。しかし、大消費地に近い札幌や、 首都圏の工場に数の子、タラコのシェアを奪われ、市内の水産化工業は年々衰退したため、1970年代には、地場企業の首切り、賃金カットが進み、歓楽街の衰退、小売店の閉店、企業の支店の撤退を招いた。その頃より、市の行政は、管依存に傾倒していき、政界も革新から保守へのシフトが進み、中央への陳情による、 土建行政が始まった。1980年代には、市内の失業者を受け入れるために、港湾、道路、ゴミ処理場の整備をはじめ、高額所得法人の上位を土建業者が占めるようになり、被災の発行が急激に膨らんだ。1990年代には、木材加工業者が廃業、あるいは海外進出し、市内での経済活動がほとんどなくなり、 木材輸入業者も市内から撤退した。頼みの関門ルモイ海運局の旭川への移転、ルモイ海上保安局の小樽への統合など撤退が相次ぎ、商店街はかつてない不安定な状況に立たされた。1990年代以降の市内の経済は公務員の給与と公共工事に依存する典型的な官依存の都市となった。2000年、 平成12年の国勢調査による従事者数の割合は公務員を含む第3次産業だけで全従事者数の7割以上を占め圧倒的に高く第2次産業が3割、第1次産業は3%余りを占めるに過ぎない。歳目ではサービス業26.28%、卸売、小売、飲食店20.28%、 建設業16.42%、製造業12.04%、その他、分類不能公務員11.78%、運輸、通信業6.23%、金融、保険業2.50%、農業1.76%、漁業1.18%、電気、ガス、熱供給業0.61%、林業0.55%、 工業0.16%の順となっている。うち公務員について、その他公務員11.78%に、各産業別公務員、私立文化センター職員は、サービス業に分類など、の合計10.55%を含めると全体の22.3%を、占めている。金融機関公工業商業小売業運輸、倉庫マスコミその他農協、漁協。近年、 税収や人口の減少の影響で、ルモイ市の財政は悪化している。定数は14人。2018年8月12日現在、統合、廃止された学校、市内の元川町2丁目交差点は、国道231号、起点、札幌市、国道232号、起点、枠内市、国道233号、起点、 旭川市が集まる国内でも珍しい連番さん、国道の終点となっている。文化財名所、旧石観光スポット祭り郷土芸能名産品、注釈出展、参考文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。